はい、こんにちは。就活の田中です。ウニのアートアワード、いよいよですね、締め切りが明日に迫ってきました。グランプリは100万円で買い上げというのが、まあ、売りにしてますけれども、まあ、金額の高いよりもですね、中身が大事なんで、私どもとしては、審査員が非常に、なんていうかな、真剣に議論して、しかも作家と直接会ってプレゼンを聞いて、それから審査するという、まあ非常に七面倒くさい方式をとっています。審査員からは 困ったやつだっていう感じなんですけど、まあですね、まあ私もその作品がだけのことではなくてですね、まあ、その人の持ってる発想というかですね、根源を知りたいというところで、今回みたいな形をやっています。初年度はかなり多かったんですけど、まあ、2年目がどのぐらい候補があるか、非常に大事な試金石です。ぜひですね、たくさんのご応募いただければと思います。まあ、普通若い人だけとかね、なんか割と限定してることが多いんですけど、うちの場合はとにかく年齢制限ないという、一応18歳以上にしてたっけ、下だけちょっと切ってますけども、なるだけ幅広い応募をいただければと思います。年齢達しない人はですね、まあ応募しなくても、なんか相談 高校生とか中学生でも素晴らしい人いますから、別にお金出して応募しなくても、直接僕の絵どう思いますとかね、それでも無理アウトアウトじゃなくてもね、まあ、やってもらってもいいかなと思いますけど、まあそれはちょっと余談ですけども、ぜひですね、幅広くご応募ください。よろしくお願いします。